ああ、一日早いな。もう外真っ暗。今日はね、一日休みだったから何もしなかったんだけど、真っ暗？あれ？日没。ということは？フランケンシュタインにケーキ買いに行かなきゃ。行ってきます。はい、今向かっています。なんか暗いな。なんか、日没からスタートするケーキ屋さんなんですけど、さっき確認したら今日の日没って4時50分ぐらいだったんですよね。今ね6時半くらい。いつの間にそんなに早く日が暮れるようになってたのかというね、びっくりしました。まあ2時間経ってないので今日は売り切れてないんじゃないかなと思いますが、行ってみて、まあペイペイが使えるのかとか、ほら皆さんね、マイナポイントでもらったペイペイありますから、ああいうものでこう、贅沢品というのはそういうところで使ってみたいですよね。なので今日はケーキを、美味しいケーキを求めて今、愛知県春日井市にある、パティスリーフランケンシュタインさんへ向かっています。こうご期待。さあさあさあ、見えてきましたか。お、今日は空いてますね。今日やっぱ平日だから違いますね。このね、隣の正気さんっていうラーメン屋さんも美味しいんですよ。で、この隣のね、カフェの、ワッフルも美味しいんですよ。はい、到着。閉まってる。何？でもちょっと開けてみようかな。さあ、また例のね、怖い絵面で。さあ、開くのかな？開かない。売り切れちゃったみたい。さて今ね見たらなんかね、もう売り切れたみたいですよ。すごいですね。日没からまだ2時間経ってないんですけど食べれない何個売ってんのあ、そんな失礼な言い方してダメねまたね、次の日没でって書いてあったんで、明日は確か定休日ですから、水曜日出直してこいということです。皆さん、ということでフランケンシュタインさん、すっごく人気みたいで、なかなか買えません。はい。うん。まあ、雰囲気もね、なんかちょっとこう、怖いケーキ屋さんってこの日にないので、そういうのを楽しむためにも、いらっしゃってみてはどうでしょうか。今日こそね、ケーキ紹介とか、まあね、お値段だとか、いろんなことを、ちょっとご紹介できたらいいなと思って、今日こそはこう、簡潔に、この間前編みたいになっちゃいましたから、今度は後半を
撮って皆さんにご紹介する予定だったんですが、はい、今日もこんな感じでしょぼん丸というわけで、コンビニでケーキ買って帰りますでは皆さん、明日もお会いしましょう。ゆゆチャンネルでした。バイ。